きたの？夜勤明けだというのにご苦労なことだね。あなたがそう思わなくても私は心配だわ。しっかり休めていく。職務か。どうしてそう警察官の仕事にこだわるんだい？お前なら私と同じ道を歩むこともできただろうに。そうだとしても警察官なんて危ない仕事。そうね、口うるさく言ってごめんなさいね。お前は一度決めたことは簡単に譲らない子だ。説得できなければ応援するしかないさ。そろそろウェディングドレスの試着をしてもらうぞ。結婚式忘れていないわよね。あらあら、何その返事は。結婚するのは自分だという自覚はあるのかしら。相手はあのエヴァンス家のフィッツジェラルド君だ。エヴァンス家とつながりを持てるなど鼻が高い。失礼のないよう挙式を滞りなく進めたい。そのためにもドレスの試着をしてくること。分かった。試着は？あの子ったら本当に分かっているのかしら。おはようございます。今日もよろしくお願いします。助かったとはどういうことでしょう。はい、颯爽でもないような。よくわかりませんけど、喜んでもらえたなら嬉しいです。さあ、行きましょうか。
ご両親と何かあったんですか？あ、すみません。キルス様が面倒くさがるとは珍しいなと思い、つい。俺、男なのでわからないんですけど、ドレスを着るのってそんなに大変なんですか？ああ、ご結婚用の。なるほど。キルス様はあまりご結婚に興味がないんでしたよね。そうでしょうか。知人の姉などは憧れだと言っていましたが。あなたらしいですね。確かに。ですけど、わからなくもないですよ。相手は、両家の方なんですよね。エヴァンスケ、本当、両家どころの話じゃないですね。俺にとって雲の上の人です。それはそうですが、エヴァンスケといえば爵位を有する貴族。俺みたいな者にとっては近づくのもためらわれるようなお方です。いえ、名ばかりでは。多少は違うと思いますよ。振る舞いとかしきたりとか。俺は貴族ではないので分かりませんけど、とにかくその良き縁に恵まれてよかったですね。受け入れづらいですか？なるほど。俺みたいに？それはちょっと困るかもしれません。それはその、つまりキルス様はキルス様ですから。とにかく俺は今のキルス様がいいんです。なので否定しないでもらえたらと。すみません。俺にとってティステラ家のご息女キルス様、いえ、キルスも雲の上の人ですから。はい、わかりました。ああ、いえ、すみません。呼んでみただけです。なんだか照れますね。あ、はい。どうしました？あ、
名前を連呼されると俺の方が恥ずかしくなります。はい。なるほど、市場の近くですか。了解です。いえ、俺はティスティラ君、ユークレース君、ここにいたのか、探したぞ。先日の中級警察官昇格試験の結果について話そうと思ってな。ついてこい。外来用の宿泊室だ。どの会議室も使用中でな。少しの間ここを使わせてもらうことになった。仮眠室と全然違いますね。ベッドもふかふかだ。すごい。我々の設備にももう少し予算を割いてもらえたらいいのだがな。では昇格試験の発。ずいぶん落ち着いているな、ティスティラ君。実にティステラ君らし、昇格試験の結果。ユークレース君もいつも通りだな。では結果を言い渡す。試験に合格した。本当ですか。やりましたね、キルス様。でなく、キルス。俺は何も。それは俺、あなたの足を引っ張りたくなくて。二人とも雑談は後にしてくれないか。連絡すべきことが控えているのでな。これは昇格の仮証明書だ。正式な証明書が届くまで紛失しないように。それからこれが下界への視察許可証だ。そうだ、中級警察官の試験に合格した者は下界の視察、それを経ることにより晴れて君たちは中級警察官。罪人が住む場所に二人で行けと。それは危険なのでは。ああ、昇格すれば君たちは重要任務に就くことになる。その中、極悪犯を扱うこともある。彼らがどういった場所へ送られるのか、その目で見てくることだ。はい、大丈夫です。そうですね。キル、安心したまえ、ユークレース君。向こうにはちゃんと案内役がいる。そうだ、罪人を野放しにしないための看守だ。君たちの身は彼らが守ってくれる。過去下界視察を失敗した者はほとんどいない。気を抜かなければ大丈夫だ。安心したま。俺だってキルスを守ります。命に代えても絶対に。
頼もしいことだ。外科医視察は明日、時間や詳細は仮証明書に記載され。昼間はいいですね。めったに事件が起こりませんから。そうかもしれませんね。内勤や傷害事件の調査が主になると聞いていますし。常に忠誠を。相変わらず勇ましいお嬢様だね。よければお茶でもと思ったけれど、どうやら仕事中のようだね。残念だ。こんにちは。君は…すまない。ああ、俺はフィン・ユークレースです。ああ、そうだった。ユークレース商会のご子息だね。なんだか変な感じがするよ。ティステラ家にユークレース家、それぞれ由緒ある家柄だというのに、君たちはどちらも家業を継がず。けど普通は家業を継ぎ安定した生活を望むものだよ。ああ、気分を害したならすまない。困らせたくて言ったわけじゃないんだ。君たちが望んで掴んだ結果がその姿なのだとしたら、我が道を行く君たちは素晴らしいと思うよ。引き止めて悪かったね。ごきげんよう、お嬢様。良かったですね。そうですよ。振る舞いは優雅で優しくて高貴なお方なのに、俺にまで声をかけてくれて。え、そんな無理です。正当な評価だと思いますが、キルス様はエヴァンス様がお嫌いなんですか？キルス。はい、喜んで。
俺たちが自分の足で巡回をしているように全て事務的に行うわけにはいかないんですよ、きっと。ところでご結婚式の日取りはいつ頃ですか？さあってご自身の結婚ですよ。ええ、まあ未熟な俺には結婚なんてまだ早い気がしまして、下級警察官である俺が他人をちゃんと養えるか心配で法的手続きを取って延期してもらっています。あ、もちろん相手方も了承済みです。安定した生活は大事だと理解してくれています。どうしました？そうですね、法的に認められた延期とはいえ人口計画に反しているわけですから、昇格による措置の撤回もありそうです。なんだか楽しそうですね。そんなめでたいだなんて、ご自分の結婚には否定的だったのに。過言だと思いますけど、できるだけのことはするつもりです。それは二手に分かれましょう。キルスはこのまま追いかけてください。捕まらねえぞ。俺の出る幕はありませんでしたね。これ向こうに落ちてました。ご婦人のものですよね。いえ、俺なんか全然何の役にも立てずにすみません。あ、そのままじっとしていてください。これでよし。泥がついていました。ああ、男の身柄は俺が。はい。ええ、すべてあります。あれ、あの、お礼は。
はい、書類に書ききれないほど余罪があるとは正直驚きました。はい、これはこれは相変わらず情熱的だな、レディ。そうだな、レディーたちの働きには感謝してるよ。君たちがネズミのように働けば働くほど。だけどさ、お前は女だ。どうせそのうち結婚だなんだのでここから去る。そうすれば検挙率も下がるし、俺たちの評判はガタ落ちだ。出しゃばるなってことだよ。お前も大変だよな、フィン。こんな女のおもりを押し付けられて、正義の味方ごっこに付き合わされてさ、とんだ貧乏くじを引いたな。アーク。いや、貧乏くじじゃないな。楽しそうにくっついて回ってるしな。母親を追いかけるケツの青いガキかってんだよ。おっと、こんなところで暴れるぞ。悪い、無抵抗の俺を切ったとなれば定食どころの騒ぎじゃなく。アークの言う通りです。どうか剣を抜かないでください。いいから落ち着いてください。行きましょう、ヒルス。ごきげんよう、優等生者。この時間、この辺りは混みますね。止めた？あの程度、どうってことはありません。言われ慣れていますから。頭も容量も人より劣っていることは自覚しています。警察官の採用試験だって2回も落ちましたし、あなたなしでは何の役にも立ちません。いいんです、第三者に何を言われようが何とも思いません。あなたと過ごす日々が続く限り俺は幸せです。だからこそあの場で問題を起こしたくなかった。あんな奴相手にあなたの価値や将来を傷つけたくなかった。出過ぎた真似をしてすみま。少し。ああ、いえ。キルス様。戦場。なるほど。でも俺が一緒でいいんですか。俺、女性の服のことは何も分かりませんよ。なんだか大げさなような気もしますが、そう言ってもらえて光栄です。俺も、その、
あなたが一緒なら。あ、はい。まいったな。はい、どうしま。え、あの、結構って、何が。で、黙ってないで答えてください。俺がそちらに行くわけにはいかないんです。で、そんな、違います、誤解です。いきなりのことだったので、ついもう一度見せてくれませんか。世辞は言いません。この件に誓って本心を言います。どうかもう一度チャンスをください。綺麗だと思います。ものすごく。当然です。具体的にあれこれ言えたらいいんですけど、うまく言葉が出てこなくて。その、お綺麗です、本当に。例えるなら、妖精のようです。童話に出てくるような清らかで美しい凛とした妖精です。すみません、妖精だなんておかしかったですよね。変なことを言ってすみません。あ、はい。はい、試着お疲れ様でした。はい、どういたしまして。あの時は試着室へ入ってすみません。あ、はあ、ですが着替え中のところをずかずかと。そんな、あの程度でしたら落ち着けば誰にだってできます。いいんです、夜道を一人で歩かせたくありませんから。分かっています。でも心配なものは心配なんですよ。あなたが危険な目に遭うなんて想像さえしたくない。パートナーであるあなたは俺の生活の一部みたいなものです。ですからどうか俺にキルスを守らせてください。言葉に甘えたいところですが、明日の準備がありますので今日はちょっと。そうですね、お邪魔でなければ。ありがとうございます、楽しみにしています。はい、また明日。
帰りなさい。遅かったわね。あれほど渋っていたんだ。疑うに決まっているだろう。ごめんなさいね。そう、やっと試着してくれたの。あのドレスの生地はおばあさまが生前あなたに用意したものなの。試着してくれてよかったよ。これでようやく式の日取りを決められる。そうよ、ドレスができてから決めるって言ったでしょ。結婚式に向けてこれから忙しくなるぞ。倒れないようにな。当然よ。式場の選定に招待状の作成、体型の維持、美容、それか。ね、もちろん。でも食べ過ぎないでね。ドレスが入らなくなったら。おはようございます、ティルス。今日もよろしくお願いします。顔色が良くないようですけど、具合悪いんですか？そうですか、窃盗犯の捕獲。新会員のずっと奥に特別な入り口が。え、昨日コルドア殿からもらった視察許可証に書いてある。すみません。でもキルスが確認を怠るだなんて珍しい。本当に疲れているんですね。ありました。叩きはしませんけど起こします。そういえばドレスの試着についてご両親は何かおっしゃっていましたか？え、まずかったですか？そうですか。よかったですね、肩の荷。
少しは降りたんじゃないですか。そうなんですか。おお、予定よりも早いじゃないか。いや、君たちが来るか確認するため待っていた。中には下界に対する恐怖のあまり昇格を辞退する者もいるというのに、実に頼もしい。はい、おじけづくなんて全然。少しし大丈夫です。こうやってここにいるんですから。下界への駅はこの廊下の先にある。まっすぐ。おっと、失敬。そう、駅とはこの国と下界を。そうだとも。下界は国の直下にある。歩いてはいい。あの、俺からも質問させてください。下界からこちらへ戻ってくることは可能なんですか。当然だとも。出なければ視察に行かせない。ですよね。百聞は一見にしかずだ。時期にわかる。さ、行って。行った。向こうから歩いてくるのはもしかして。お前、面白い反応だね。まるで叱られた子供だ。そんな風に萎縮する必要はないよ。ほら、二人とも顔を上げて。はい。別に用というほどではないよ。道を譲ってくれてありがとうと言おうと思っただけだ。お前たちに神の祝福がありますように。じゃあね。俺、あんなに間近で見たのは生まれて初めてです。さっぱり。乗り物と言っていましたけど、馬はいないようですね。俺たち宛てのよう。
そのようですね。本書は下界と当リフトの運用の主な目的は下界への受刑者移送である。部外者の当リフトの運行時間は以下の通りである。上界から下界への移送は原則日ごとあるが、上界への移送は不定、緊急時及び非常時を除き、リフトは定められた時間にのみ発着する。遅刻は自己責任とし、新会員は一切の。そのようですね。戻って来られないなんて絶対に嫌です。長居しないよう気をつけましょう。キルス、近づいては。リフト。わかりません。でも、これで移動するのだとしたら、入らないわけにはいけませんね。分かっています、大丈夫ですか。起動準備、か車内、来賓用放送。皆様、本日は下界行きのリフトをご利用くださり、ありとリフトには添乗員はおりません。ご着席。俺たち、どこに連れて行かれるんでしょうね。そうでしたね。すみません。非現実的なことの連続で忘れていました。キルスはどうして警察官になろうと思ったんですか。すみません、警察官にならなければ下界へ行くことはなかっただろうなとか。試験制度があるとはいえ、女性の活躍は難しい職です。なのにどうしてこの道を進もうと思ったんだ。大丈夫です、俺好きなので。あ、人の話を聞くのがってことです。はい。
はい。貴重だ。それは先ほど。お待たせしました。お忘れ物のないようご注意ください。はい、喜んで。と言っても。俺が想像していたのと。ええ、犯罪者が送られる先ですから、もっとこう牢屋みたいなとこ。それはこの場所だ。ハウンズのリーダー、ザクセン・ブランデンブルクです。ようこそ最果ての獄。ええ、新官員から視察者を案内し。当然です、上階の上品な方々は知る必要のない。そして我々ハウンズの主な仕事は、上階から送られた罪人の取り締まりおよびメンバーは私を含む全員が上階出身。わかりました。勇ましいですね。ええ、では行きましょう。どうしました？視察と関係ありません。あなたの任務には一切関係のない場所です。この下界にはお嬢様には物珍しいものがたくさんあるでしょう。任務でいらしたのであればつまらない興味は捨てることです。下級警察官、これは収容施設ではなく。お気になさらず、華やかな新官員に勤められている警察官に罪人を放り込むにしてもみすぼろ。上階とは勝手が違いますが、この施設は上階の建造物を模しています。まあ先ほども申し上げた、中へ入る前に罪人の居住地へ案内。あの方、感じ悪いですね。ここが罪人の収容場所。ここに住む者たちは皆、もともとは上階の人間。この保護地区を囲む壁の外には下界の者どもが暮らす集落がありました。
ええ、奴らは野蛮で大変手を焼いています。召せられればいいのですが、虫のようにそれですから、こうやって罪人をここに集めて住まわせ、我々罪深いとは言えど、元は上界の人間ですから。まるで小さな町ですね。罪人を自由にさせて危険などはないんですか？ありませんね。奴らは脅威とは程遠いガラクタです。もしも逆らうようなことがあったら、この剣を持って処分する。ただそれだけのことです。引き返したいところですが、ついでですが、ありがとう。驚いた。こんなに幼い子がいるなんて。罪人らが作ったガキですよ、汚らわしい。うわっ！上界の者に危害を加えた。危害？ただぶつかっただけですよ。何をやっているんですか。罪を犯した者は罰する。年齢など関係ありません。罪人は厳しく等しく取り締まるのが我々の式。ここではハウンズがルールです。盾つくようなことはなさらないでください。おいクソガキ、二度と走る。その足も立ってやる。キルス、おや、俺に剣を。どういうおつもりで。言ったでしょ、ここではハウンズがルールだと。気を使ってへりくだってやったというのに、この俺に逆らうとは、バカな女だ。下級警察官殿に最後の忠告だ。剣を押さえ、俺に従え。ハウンズの仕事は遊びではない。歯向かう者は手加減はしない。俺の靴を舐める覚悟はできている。お嬢様、仲間とおしゃべり、ずいぶん余裕があるようだな。ここでは俺に歯向かう者はいないから、その体でせいぜい楽しませてくれ。
甘い。したことないな。警察官殿の規定通りの剣術ほどつまらないものはない。罪人相手の方がまだマシだ。あいつが逃げて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 逃げるしかない。どこまでも追いかけて捕まえ、そして殺す。ハウンズに逆らう者はハウンズの方で裁かれる。どのような形で殺す、お前の相手です。ずっと楽しいぞ。何だと？貴様！キルス、手出しはするなよ、デクノボ。この戦いに貴様は関係。俺に反かったことを謝るのだ。許す。俺の靴を舐めてか。中世、誰だ。そこまでだ。イネス、銃を撃ったのは貴様か。いや、だが中世に誘われここに来たのは事実。上界からは視察者と死闘をしろという通達はなかったはずだ。違うか。好きにさせろ。最初に剣を向けてきたのはこの女だ。それはならん。共に新官員に仕える者として、罪人たちの前で剣を交えるのは問題だ。君も早く収めろ。イネス・ハインリヒ・ハイネ、ハウンズの副リーダーを務めている。キルス、大丈夫ですか？急いで怪我の手当てをしないと。負傷しているのか？腕の切り傷と打撲です。ここに医療施設はあり。気にするなとは言わせません。あなたが思っている以上にひどい状態なんですから。この傷は支給されたものでは治せなさ。ハウンズ内の医療室へ案内しよう。ザクスは？不要だ。この程度怪我とは呼ばん。では我々も行こう。失礼します。やあ、イネス君。上界からやってきた視察者のキルス君はザクス、ザクセンと揉め負傷した。右腕に打ち傷。もちろん治療は医師としての務めですから。私は
グリスタード・ローゼライト。ハウンズ施設内で医師として働いて、上界からのゲストであれば二度と会うことはないで。おや、不思議そうな顔をしてどうしました？私は無力な医師ですから、彼のような凶暴さは持っていません。グリスタードさん。おっと、副リーダーの前で失言をしてしまいました。ですが間違いではないはずです。ザクセン・ブランデンブルクはハウンズの頂点、目をつけた獲物はどこまでも追い始末する。この保護地区ではザクセン君に逆らっては生きていけない。君はとんでもない相手に喧嘩を吹っかけてしまったんです。なるほどな。そのまっすぐさ、いつか命取りにならなければいいのだが。話は後でもできます。まずはキルスの傷を見てはいただけませんか？おっと、失礼しました。傷の具合どうですか？鋭く切れているものの問題はないですよ。止血。自分に無頓着すぎるキルスがいけないんです。輸血することになったらどうするんですか？しかし君は輸血を受け付けない体なのですか？医師として興味深い話題ですね。聞かせ。死に。治療が原因で死ぬというのか？そんな。パートナーを気遣うのは当然。気遣わせたくなければ負傷しなければいい。違うか？そうではなく、自分が言いたいのは無茶な行動を。正義を信じ剣を振るうのは結構なことだ。だが思うがまま突き進んではいつか我が身、パートナーを悲しませたくないだろう。キルス、少しですか？君は破れた服のままでは嫌だろう。着替えを用意しよう。わかった。もうこんな時間か。そろそろ駅へ向かうべきだ。構わない。下界へ来て保護地区の状況。そうなんです。ああ、中級警察官試験での視察は儀式でしかないからな。ザクスがいない今、自分が代理で行う。許可証、これでいい。では。ええ、おだこちらではなかなか見かけない興味深いお嬢さんでしたね。いつかまたお目にかかりたい。ザクスが迷惑をかけてすまなかったな。下界の視察は任務の一環に過ぎないが、ここへ来て何か得たものはあったか？
君はまだ若く、いくらでも強くなれる。無茶をせず、段階を踏んで進むこと。今日はゆっくりと休むことだ。すみません。裁縫。ああ、人並み程度にはできますけど、制服の修繕はプロに頼んだ方がいいですよ。新刊。俺はその何もできなかったことに対し、はい、あなたが負傷し、それがとても悔しくて、本当に。守るとか勇気とか違うんです。本当に俺は何も、体が全く動かなかった。体験したところで抜かなくては、振るわなくては、いい、はい、その時は必ずこの剣で。ようやく帰ってきたのか。少し前、新会員からお前の結婚取り消しの通知が届いたのだ。仕事先で何かあったのか。結婚の取り消しなんて聞いたことがないわ。一体どうして、だけの方々に落ち着いてなんていられないわ。あなた、事情って何？と、お前もな、こんなに遅くまで仕事をしていたの。
本気で言っているの？お父様と同じ政治家であっても弱き者は助けられるでしょ？警察官は厳しい採用試験を合格したとしても昇格にも試験があると聞く。あなたの体のことを考えれば警察官なんてなってほしくないわ。私は小さな怪我だってごめんです。でもあなたは頑固ですもの。子供の幸せを望むのが親の務め。数々の苦難があるでしょ。キルス、迎えに来ました。あ、おはようございま…その姿、どうしたんですか？でも…わかりました。その血、どうしたんですか？早く病院へ行かな。では、誰の？え？そんな…現実って言われても、俺、だって、そうなん。どういうことですか？
違う。違います。あなたがご両親を殺すはずがありません。そのままじっとしていてください。あ、すみません。ですがほら、痛みを感じたんでしょう。何者かに殴られ、あなたは気絶した。ご両親が死んだのはきっとその後です。間違いない。あなたは無実です。俺には分かりません。でも良くない状況だということは分かります。世間に付き添います。あなたを一人にしたくはあり、俺たちはパートナーですよ。大事な時です。キルス、わかりました。あの、どんな時でも俺はあなたの味方です。君が今言ったことは全部本当なのか？ああ、そうだな。しかし一体誰が？心当たりは？コルドア殿、キルスはどうなりますか？どうだろうな。ティス、早速捜査を。ユークレース君は？俺は分かった。